芸の一問の,の。夜のな、やる<の>大きな落語会が終わったー。いや。漫才。ええ、十二、ね、月九日、十日とお、大阪の池田で行われたね。はい、社会人落語日本一決定戦で、ダブル決勝進出だった。ね。おお。 はいあのこれちなみに、直前の木曜日に録音しておりますイエーイ <laughs> 毎年恒例ですよね、もう優勝した体でね、あのもう進出した体で話をするんですけど、今回はね、あの12月の6日にね三遊亭健康師匠の特演会が、アンデルセンホールという、うん、まあそうですね、詰め込んでも60人。うん うん、入るか入らないかぐらいのね、うん、会場で、久しぶりに4年ぶりに落語会を開いて、で、ケ、えーまあ、健康師匠にもちょっとアドバイスをいただいたということで、もうね、良かったですね、タルトさん。ああ,あ,そ,のおかげがあ,あそのおかげがありまして、商品はどう使うつもりですか、えー もう、あのー、皆さんとどんちゃん騒ぎしたいと思いますけどね。あら、三十万円を。え、これまでの苦労をすべて忘れ<ー>て。はい。これマジ、本当に優秀した <laughs> 全部使っちゃうよ。ご注意になります。でも、あれ、鵜飼君が優勝したんじゃなかったっけ、鵜飼君。な <laughs> んなんすか、そのふり <laughs> <laughs>。去年、夫たちとね。 あのタルトさんしか出演してなかった出場しなかったから久しぶりですねだからケか向井君は、うん、いやーでもね本当にね決勝に進出しててくれたら嬉しいな <laughs> 頑張ります頑張ってほしいな <laughs>、まあ、久しぶりね今回はね 私も特訓も応援に駆けつけ、うわ、プレッシャーもうね、あのね、見守る気持ちって大変なんだよね。あ自分が出てなくて、ね、その本当、あ、い掴みがちゃんとできてんだろうかとか、あ、お客さんそこそこ笑ってんじゃんとかね、うん普段のペースでできてるなっていうのは、いやいや、もう。 もう大ほうかいくんのパターンは決まってるからね。<laughs> うかいくんのパターンっていうのそうですね。はい。そうですね。持ち時間10分のところを、えー、7分何秒で終わるってくるとか、ね。終わるっていう。3分以上も早く終わっちゃうときがあるからな。うん、あやっぱ出だし、やっぱ、あの、あのあのマラソンと一緒で <laughs>、やっぱり <laughs> ペ,ペース配分、ちょっと早めになっちゃうのかな。 だから、うん、設定では9分ちょいなんですよ、うん、毎回。ただ、10分超えたらどうしようって心配ししゃ、その会社だから喋ると、それが出るからね。でもほら、もともとのさ、9分の設定も、一応ほら、笑いが戻ってきて間を取って喋ってる設定で作ってるじゃんはい。ね。それがほら、出だしでじゃあ早口になっちゃうと、 笑い声が返ってこないと、だんだんかぶせてかぶせてくるから、その、お客さんが笑ってる部分までも、早くなっちゃうんだね、あれね。うん,うん。うん。としてはどうなの今回は、その、枕から、え、うん、えー、まあ、最初の、ほら、ネタの最初の笑いポイントあるじゃないはいはい。それは、だいたいどのあたりに来ると、まず、睨んでるのえ、笑うポイントお客さんが。 ああ、いや、でももう、後半からです。まあ、松山鏡っていうね、ネタをしようかと思うんですけど、前半はそんなに面白くない、ね。ゆっくり聞かしておけばいい。まあ、それと、枕でもちょっと人笑いさせる予定でいるんでしょ、うん、まあまあまあ、だったらいいなとは思います。ああ<ー>。じゃ今回ちょっと短めなんですよ。何がもともとが。<あ>元々もともとの設定を。 もう8分ぐらいにしてほうほうで、ゆっくり、もう多少伸びても大丈夫みたいな。あーーあ、あなるほど、かなりゆっくり喋ろうと。で、まあ、もし計算違いでちょっとオーバーしても、まあ、10分に収まる。いつも余裕がないので。そっか。もう枕も決めてんの 枕もだいたい決めてます。ちょっと、な、なに、やだ。やだ。ね、ね、ね、どう、いやだ。いや、いや、どう、どういうところで笑いを。つかむつもりかさ。聞いておくとさ、僕ら、僕らがほら、桜で笑えるじゃん。いや、いや。そこで笑わせたいんだ。 事前に設定してる枕を事前にしゃべるってものすごい恥ずかしいですよ。<laughs> いや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 ,いや、心強いよね。なんか笑ってくれるだろうって思ったけどね。いやいやいや。そう,そうそうそう。うん。あの、はいあの、当日頑張ります。タルトさんはあれですよね。あの、健康師匠からちょっとアドバイスを受けたんですよね。はいはいはい。うん、ですからさ最初の時でちょ,ちょっと最初でパッと笑いを取ろうかなと思ってるんですけどね。笑いを取って。 みんな取りたいよ、それみんな取りたい。だから、今まで他の落語で使ってた枕を使った方がいいんじゃないかっていうアドバイスを受けたんだよね。そうですね。はい。今回は、ほら、タルトさんは、あの、健ン師匠の会で、2席別の話をしたんだよね。あそうですね。それちゃんと聞いてくださっててさ。で、あの、アドバイスを そのののった後の打ち上げの時にもらったんですよ最初にやったあの枕の方が本、ね、ちゃんでやるあの落語にぴったりなんじゃないのなんつってそれをそれを,それをちょっと流用した方がいいんじゃないの<ー>っていうねはいうはいだからこれで決勝いけなかったら健吾師匠が悪いってことやな <laughs> <laughs> 恐ろしいこと言いますねええ <laughs> <laughs> まあでもねあ <laughs> そう,そう,そう。吾師匠はもう本当に勝つつもりだったらもう本当にこう <laughs> なんていうかなデザイン、ね、落語のデザインから変えた方がよさそうな言い方してたよねそうですそうですだからちょっとね、うん、もうちょっとちょっとちょっと時間的にきついですからね,、うんねまあ、今までのやっぱりな長年やってきたねあことをうまくつかんでっていうまあでもあれだよね大阪のお客さんの前では やっぱタルトさんの方がはるかに回数多いよね、このコロナ禍の中で、僕らがなかなか行けなかった間も行けて,てたし、仲間内の発表会なんかも行ってたりしてたしね、池田祭りも出たし、たぶん、小屋師匠の次に県が行ってますからね。うん、今ね、特にこの本当、数年間は、非常にいいですから。うん まあ当然、あれでしょう。あの、やりましたっていう報告になるでしょう。<laughs> <laughs> ちょっとプレッシャーおっとおっと <laughs> <laughs> ま,たまた真っ白になって <laughs>、止まってしまっ <laughs> いや、もう、あの、かあのー、来週は、ちゃんと最後までしゃべれましたって言って。 ねあ<ー>低い目標 <laughs> <laughs> で。案外ね、あのそう割とプレッシャーが少し緩い鵜飼君の方が伸び伸びとできてね。そうですか<い>今回はもうそれを、うん、もう,ゆもうあの自由にやると。うん、うん、あそれリラックスがいいね。ね<ー>多少もうそれで短くなってももういいやと思って。 もうそうだね<生>、うん。だからもうゆっくり喋るっていうのが一つの今回のテーマだね。そうですね。うん。もうそれでん時間気にしちゃうとね、なかなかね、うん。うんうん。そう。間延びしてんじゃねえかぐらい待っとったらいいんじゃないの、うん、特にあの出だしはさ、あのー、ね、うん、かくも言ったみたいに笑いがそんなに多くない話だから、あのー、もう笑いを待つ必要もないし、取る必要もないわけで。 淡々と。自分のペースでしっかり間を取って、うん。まあ、最初のくすぐりが受けるといいよね。そうなそでね。そこう、ドーンとくると、そうドーンと、しドーンと、そう三3連発ぐらいくると、もう、やったって感じだね。<laughs> <laughs> 楽しみな。怖い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 。<ー>頑張ってください。<laughs> ね、えー、っと、えー トックンはどういうルートで行くの大阪へ。え、僕はね、オレンジフェリーで行きああ、いいね。オレンジフェリー。トックン大好きだよね。大阪といえばオレンジフェリー。今はもう何あの、大体個室になってんの個室ですね。ああ、そうかそうか。ゆったりね。ああ、いいなあ。昔はほんとね、もう雑居。 けど、じゅうたんかなんか引いてあって、自分のペースを確保するの大変だった。早く寝たもんが勝ちっていう。ね、そうそうそう。ああ。個室だけど、そんなにきっちりしまってはないのあそこ。いや、がっつり個室。がっつり個室おお、すごいね。やっぱり最近そういったところは厳しいのかな、若い女性とかがね。 私はね前日入りしてあ<ー>、あのー、前日にね田楽亭っていうところでね落語を止めるなっていう企画が夕方<ー>6時から8時まであるんですけど、はいはい、ちょっとねそうあのほら一応チャンピオンになるとさ出れないから。 すなっちゃったんだでもやっぱりこうせっかくだからね落語もやりたいなと思ったらその前日にこうそういう企画があるということであ<ー>あじゃあもう行かせてもらおうということでえで前日落語会して、うんえー、打ち上げして、えー、土曜日に帰ってこようかなと思って、うん、んか小林を優勝した時にあれですよね 2位だったら来年も出れたのにみたいな、贅沢な悩みをしてました <laughs> ね、後でね、後でね。でもね、やっぱりね、取るまで、ね、取れなかったらどうしようかなと、また来年もやっぱりネタを仕上げてくるのかなとか思うと、うん、あれやったけどね。うん、でもこうやってこう何年も経ってみるとね、もう一回出てみたいなって気にもなってますね。もう一回出てみた来年うん。まあ特 あのチャレンジしてくださいよ。そうですね。ねうん。特に来年チャレンジしなきゃいけないの多いよね。マラソンもそうだし。あ、そうそうそう。来年度ね。課題尽くしです。うん。そうそうそう。小壺は、あれだよね、福井の大会でチリとと手配ね。ん。あ、チリと手いあれ、だいたい早いもん順なんだよね。あ、そうなんですか。みたいに言ってたよ。うん。 だからもうともかく、いもののともかく用意して、うんもう早、もう、ほぼ始まった後だどーんと送ればええんちゃうかな。ほ<ー>う,うちだと、まあ、幸福かご都合の2人ぐらいだからね、女子は。そうですね。うん、あれは女性じゃないとエントリーできませんもんね。一応、実証女性じゃないとね。うんそうなんですよ。 ねちょっと僕らまだね本ちゃん見に行ってないからぜひね見にかしてほしいんだじゃあお姉さんとちょっとね幸福姉さんとちょっとねうんうんオーダン膜持ってきますえな石間とかあの幸福頑張れとかオーダン膜かなねあの小屋市場のとこのあの太鼓持ってきます何太鼓ってどん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 みたいなえあのオードそうそうそう カーとね、カーとハウベルトね。うん出た瞬間に待ってました待ってましたーっ,つって。<laughs> で、あのー、わざとらしく笑ってあげるよや、そこはあの周りとちょっと合わせて、上手に演技して笑ってください、ね、<laughs> いやいや、もうそうさせてもらいますんでね。はい。 ではここで水木奈々さんの曲を聴いていただきましょう。ストーリーリズ 「夢がある」 水木奈々さんでストーリーズでしたそれではここからは恒例の芸の一問の大喜利コーナーここからうか君に司会進行をお任せいたしますはい、よろしくお願いします先に恒例来週と再来週のお題を発表しておきたいと思いますでは来週のお題をタルトさんお願いします 12月19日、12月は南極冒険の月だそうです。あなたのちょっとした冒険についてお話しください。お例えば。オンライン会議の時はズボンをはかずに参加する。<laughs> <laughs> なかなかの冒険ですね。<laughs> 見えないからね。<laughs> でもなんかね、ばれないかどうかって、なんかドキドキしながらできるから、<laughs> 結構いいよね、スリルがあってね。うん、そうですね。 ああ出て立ったりしたら大変ですけどね。ね<え>何言撃てるんですか？何残っちゃ。変態野郎 <laughs> はい、じゃあ再来週のお題を特君さんお願いします。はい、再来週12月26日は、えー、今年最後の大ぎになりますね。まるまるに釣りに行ったら意外なものが釣れました。それは何で考えていただきたいと思います。おお。例えば。例えばはい。 老人ホームに釣りに行きました。カレイが釣れました。カレイ、カレイ。ああ<ー>、なるほど。カレイね。歳をかね。ね加えるカ、ね、レーか、ね。なるほど、ね、なるほど、ね。うん、い,いろいろな、うん、考えていただきたいと思います。はい、じゃあ皆さんのご投稿24時間お待ちしております。宛先がメール、ローマ字、ヨールーターは、あとマク gmail.com、もしくは X では、 ハッシュタグゲイチの一問夜のタームでをつけてつぶやいていただければこちらでご紹介いたします。皆さんのことをぜひお待ちしております。よろしくお願いします。はいだこ。今週のお題でございますけども、今週はですね、このご時世に、あえて今年から年賀状デビューをしました。なぜですかと。なるほど。ということでございますけども。谷川山根さん。はい。ありがとうございます。えー、いますこんばんは。 ぼちゃんのお声が戻ってよかった。いやありがとうございます。ねったね。と。わ割と早く帰りましたね。こつぼが治ったら今度僕の声が出なくなったっていうね、この間ね。うん。二人は裏で付き合ってんじゃねえのかい実は。実は。はい、じゃあ、谷勝山根さん。年末の福引きで100枚が当たったので、 お年玉くじ目当てに全部自分宛に出した。うおお、すげえ。<laughs> 自分宛にデビューしたのね。なるほどね。あ<ー> <laughs> それいいですね。でもね。うん。余る時あるんだよ。たまにね。あ<ー>余る時はまずあのちゃんと当たりくじを確認してね。うん、当たったやつだけ、えー、送っといて。あ、う、あ、ん。残りは普通のなんか。 あのちょっとしたあ工,工房とかね、このやつで使ったりするの。なるほど。そうですね。うんはい、ひょえもんさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ジョー、明日はいよいよ防衛戦だ。今夜はしっかり寝ておけ。寝ろ、寝るんだジョー、寝るんだジョー、寝るんがジョー、寝んがジョー。 だないいな、持ってったらだ,だから年賀状なのね。年賀状でデビューしし。それを持ちちゃったからね。<laughs> デビューしちゃったのね。うんうんうん。もろい。はい。えー、玉蔵さんあ。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、ヨルタの皆さん、こんばんは。ツボさん、今井美樹に負けない美貌の持ち主であることを承知しています。どういうことだ <laughs> 誰が承知してる玉蔵さんは承知してるんだね。あ<ー>はい。えー、いきます。 小らしが吹く中歩いていたら、冷やし中華始めましたとの紙を拾い、感化されて年賀状を始めました。このクソのさんもなんか、おにゃらら始めましたね。始めたのね。影響されるので。あいいね。それ面白い。はい。虎一郎さん。ありがとうございます。ありがとうございます。先日、書道の師範になったので、今回は毛筆で年賀状を書きました。 もうやっぱなんかあれ覚えたらやりたくなりますよね。やりたくなんだよね、何でもね。たくなるんだよね。でも毛筆行かせますね、年賀状にね。行かせる行かせる。確かに。なるほど。優位。コンクママさん、ありがとうございます。ありがとうございます。夢の中で大谷選手がウィンクしながら。 年賀状送ってねと言ってたから。<laughs> 夢見ちゃうな、それ。いいなアメリカに届くかな。れれは書くかもしない、ね、今書いたら間に合うかな。<laughs> なるほど。はい、ミこさん。私は年賀状を書くのをやめました。あらあら。心身の負担が大きくなりすぎました。うん、年賀状自前も書くことができず、出さないまま、えー、やめることは失礼だと思っているのですが、皆様すいません。 あなるほどね。あ<ー>まあまあ、そういう人多いでしょうね。うん、うん。えー、いきます。デジタルは味気ないと思い、えー、思う人に近づきたい一心で書いた結果、長くなって恋文になってしまった。<laughs> なるほど。いいね。年賀状が便箋3枚ぐらいな、うんなるほど。ミニ<ー>さん。ありがとうございます。 今年から年賀状デビューします。還暦になって、やっと十二詞を覚えたから、長かったな。覚えるまでが長かったな <laughs>、ね何。何回りかかんだよ、みたいな。そう。<laughs> そのうち忘れてくよ。そうね。<laughs> はい、ソロジさん。ありがとうございます,います。年賀状の当たりの景品が今年から豪華になると聞いたので。<laughs> あれね、現金なもので。うん あれね、豪華になるんだけど、当たる数が減るんだよな。まあまあ、そうです。ああ、そうなんだよ。私、一回だけふるさと小包見ット当たったことある。おお、すごいね。すごい。え、田さん。おマイブラザー。ありございます。暖冬で冬眠しないで済むので、熊そうか、いつもこの時期になると眠たくなって書けないの書けないのいなるほど。ポイムだね。 はいえー、新号亭渡さん。ありがとうございます。ありがとうございます。私、9年に誕生したことを記念いたちまちて、ささやかながら、年始のご挨拶を申し上げまちゅ。<laughs> <laughs> <laughs> 生まれたてで、それはデビューなのかなそれはそうだ、ね、デビュー。のね。だね。はい、えー。村上さん。 ありがとうございます。お年玉の下一桁が一等に変更されたから、みんな当たるんだね、出し屋。すげえな。うん、それは一等だとね。十分の一で当たっちゃうんだね。うん。それは送るわ。たまにそんな年があってもいいよね。いやいやうん、なんか下国行的なね。そうそうそう。出し屋。銀河行イヤーとかあってもいいから。そうそうそう。はがき台一枚五千円とかします。なんかこう、繰り上げ当選的な。うんうん。ね。 りうさんあがとございます竜の絵が描けるようになったからやっぱ試したい見せたい見せたい堀田さんありがとうございます孫が悠長に就職しノルマが課せられ応援するためなんかありそうだなこれあるねこれねある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 確かに東出さん今年こそ宝くじを当てたいので が新年と書きのすお金って書くのね。年。あ、もうそこに縁起を担いでるんだね。素晴らしい。えっと、次。あ、これ誰だあ、花道さん。ありがとうございます。やっと人間になれたので書きます。妖怪人間ベム。 なるほど。これは年賀状が書きたくて人間になったのか。そうかそうか。そういう物語だったのね。ああ早く年賀状が書きたいって言ってた。ねえいいね。はいではここから一問。じゃあはい。はいじゃあ徳久さん。はい。家にあった香り付きペンを試してみたくなったから。あったな香り付きペン。懐かしい。うんうん。グラ がうん、あれをみんなにかがしたいとなるほどはいじゃあ次小坪さんはいよくは当たる占い師に今年年賀状を出すとあなたの願いは必ずなうと言われたから <laughs> なんかそういう CM に騙されてそうな、ね、<laughs> なんか小坪さん,ん、ね、先に合わないように気をつけてくださいこの壺を買ったら <laughs> 出会いがあるみたいな、<laughs> 気をつくりはい、じゃあ次は、サイバー攻撃で、電波、回線等が使えなくなったため。ももう何が何でで送りたたかったんですねそう考えるとね、あのー、配達員の方が取りに来て、運んでくれるっていうのは非常に大事なことですね。 メールとか、うん、あの、メッセージ、メッセージ送れなくなったら、やっぱそうやってやるようになるよ、うん、元にね。そうですよね。原点回帰に戻り。うんねうん、そうなるほど。ありうるよね。ありうる。うん。はい。では、うん、タルトさん。はい。めっきり夢中の案内が多くなり、おかげで書く枚数が10枚以内に絞られたから。 <laughs> もう多い間は書きたくなかったんだ。<laughs> 素晴らしいな。そろそろいいかな、みたいな。こういう、こういうのは結構ありますよ。<laughs> <laughs> <laughs> はい。まあ、本当ね、だんだん年末、ね、さし迫ってきましたので、皆さん、はいせ。2023年をしっかり謳歌して過ごしてくださいね。はい。それでは皆さん、また来週。あたいまた来週。おやすみなさい。